今回はカルディで購入した8つの商品をご紹介していきます。2024年8月1週目。それでは1つ目。こちら。コーヒーで旅気分サマートランクボックスになります。早速袋から出してみるとこんな感じ。右下にカルディのロゴが入っています。上には持ち手と2箇所パッチンジがあります。それではパッチンジを開けてみます。で、トランクを開いてみると。 中にはコーヒーが9パック入っています。で、こちらのコーヒーは後で紹介します。あとトランクの中にはシールが入っています。店員さんに聞いたところ、こちらトランクに貼ってカスタマイズできます。と教えていただきました。あとは使用上の注意が入っています。と、ここで一旦トランク下げちゃいます。で、コーヒーを紹介していきます。袋を開けて出していったら、最初にグアテマラ・ラ・モレナ。 こちら全部容量は 10g となっています。続いてツッカーノブルボン。一番気になった袋のデザインになっております。続いてドルトンコーヒー。タイのコーヒーみたいで飲むの楽しみにしております。続いてパパニューギニアコルブラン農園。こちら赤道に近いってことぐらいしかわかっておりません。で、最後にプレミアム水出しアイスコーヒーになります。 こちら 350ml のお水で4時間以上水出しをして出来上がりとなります。動画撮ってなかったんですが作って飲んでみたところ美味しいアイスコーヒーでした。で、今回飲んでみるコーヒーなんですがツッカーのブルボンこちらいただいてみます。それでは開けて出します。で、カップを用意しました。こちら以前紹介したんですがハードオフで購入したサンドランドのカップになります。今回はこちらのカップで飲んでいきます。 ドリップの上の部分を取って、カップにセットして、お湯を入れていきます。入れ終わった後はドリッパーを外して、それではいただきます。飲んでみて軽い感じのコーヒーだなって思いました。少し酸味も感じます。美味しくて一気にいただいて、飲み終わりました。カップ片付けます。で、ちなみになんですが、こちらのトランク。中にカップキャラチーカバーわが3体入ります。 いらない情報でした。ということでこちら、お試しでいろんな国のコーヒーを試してみたい。そんな方におすすめ。先ほども言いましたが、水出しコーヒー結構美味しかったです。続いて二つ目、こちら、ラグノ命、シャインマスカットになります。説明書きには、滑らかで白いカスタードにシャインマスカットゼリーを閉じ込めた、みずみずしく爽やかなふんわりケーキです。と書かれてあります。 栄養成分表示は 100g あたり 304kcal となっており、1個はおおよそ 150kcal とのことです。それでは開けて、出します。出してみるとこんな感じ。マスカットな感じのグリーンな色しております。では半分に割ってみます。中は白いカスタードがあって中央にマスカットゼリーが入っております。香りがものすごくいい香りしております。それではいただきます。 カスタードはまったりしていますが、しつこさはなく、シャインマスカットの風味を活かしてくれています。袋を開けた時からマスカットの香りがとてもいいですが、食べてみるとその香りが口の中に広がって幸せ感じます。で、もちろん、シャインマスカット、うまい今回は4口でいただいちゃいました。ということでこちら、命見つけた時は一つ買うことをおすすめします。続いて3つ目、こちら、香ばしエビセン青しそ味になります。 説明書きには国産青しその豊かな風味とエビの香ばしさがやみつきになる一口サイズのおせんべいですと書かれてあります栄養成分表示は1袋 60g あたり 275kcal ロロとなっておりますそれでは開けます開けて中を見るとこんな感じで1枚取って近くで見るとこんな感じそれではいただきますエビそして青しそこれうまい エビの風味がした後、さっぱりな青しその風味が広がります。つまみにもなるエビセンとなっております。今回も全部食べちゃいそうなので、ここでやめておきます。残りは編集の時にいただきます。ということで、こちら。やめられない止まらないしそエビセン。エビの香ばしさにしそのさっぱりさ。食べ始めると止まりません。続いて四つ目。こちら。卵のいらない卵かけご飯の素になります。 説明書きには、カツオの風味が効いた卵かけご飯の素です。ご飯やうどん、お好みの食材にかけてお召し上がりください。と書かれてあります。栄養成分表示は1袋 20g あたり 26kcal となっております。それでは開けて、出します。中には卵かけご飯の素が2袋入っています。それではちょっと準備します。今回卵がないので、あえて厚焼き卵を作ってきました。 で、ご飯持ってきました。ちょっと位置を直して、卵かけご飯の素こちらをかけていきます。で、小ネギを散らして、これで完成です。一口分取って、近くで見るとこんな感じ。それでは、いただきます。うん、これ TKG でうまい。で、こちら一つ言うなら量がちょっと少ない。食べていくとすぐなくなっちゃいます。追加でもう一袋入れていっちゃいます。ネギも多めに入れちゃって、 改めていただきます味わいは醤油とお出汁の味卵黄の加工品も入っているため卵の味もちゃんとしますもし足りないって時は割り切って卵1個入れちゃってもいいかもしれませんで厚焼き卵と一緒に食べていっちゃって食べ終わりましたお箸とスプーンを置いたらごちそうさまでした器片付けますということでこちらちゃんと TKG 美味しくいただけます できれば量もうちょっとというか2倍ぐらいあってもいいかなって思っちゃいました続いて5つ目こちらううななななぎののいいらないうなどのタレになります先ほどの卵かけご飯に続いてタレ系2品目となります今年もうなぎ食べれなかったのでタレだけでもと思って買ってみました説明書きには温かいご飯にかけるだけでいつものご飯がうな丼風に「今日から毎日牛の日だ」と書かれてあります 作り方はお茶碗1一杯分のご飯にタレをかけて出来上がりとなります。栄養成分表示は1袋 20g あたり 32kcal となっております。それでは開けて出します。中にはうな丼のタレが2袋入っています。それではこちらを使ってうな丼風作ってきます。で、作ってきました。ちょっと雰囲気出すために重箱で作ってきてみました。それでは重箱開けるまで3、2、1、 開けます。こんな感じ。深く考えずに、では、いただきます。一口分取って、見た感じ、タレかかったご飯です。それでは、いただきます。味わいは、タレです。ただ、虚しさを感じます。なので、ここで、参照、こちらをかけていきます。改めまして、いただきます。で、参照、かなり化けます。あるとないとでは、かなり違います。 食べるときちょい高いですが、参照用意しておいた方がいいです。後悔はしません。で、今回、うなぎ高くて買えなかったので、何か変わりないかなと思ってネットで調べたところ、こちら、白身魚のパンガシュース。こちらを見つけて買ってみました。スーパーで99円で売っていたタレにつけて、ゆっくりとじっくりと焼いて、かば焼き作ってみました。で、食べてみましたが、すごく近い気がします。パンガシュースは生酢の一種。 うなぎっぽい感じですが食べてみると白身魚って感じの味わいがします今回は値引き品で200円で買ってきました結構美味しくいただけます個人的にうなぎの代わりパンガシウスでもいいかなって思ってしまったぐらいですと言ってるうちに全部食べ終わりました重箱閉じてで片付けますということでこちらタレとご飯だと正直物足りないただそこに山椒を加えるとガツガツといけます とうなな買えないならパンガシュースこちらもちょっとおすすめします続いて6つ目こちらみょうがドレッシングになります説明書きにはサラダはもちろん冷ややっこやお肉との相性抜群高知県産のみょうがをふんだんに使用した贅沢なドレッシングと書かれてあります栄養成分表示は大さじ1杯約 15ml あたり 28kcal ロロとなっておりますそれではみょうがドレッシングを使っていろいろ食べてみたいと思います ドレッシングですが、最初にご飯持ってきました。で、豆腐とサラダ持ってきました。あと、冷やしゃぶ、こちら作って持ってきてみました。こちらで食べていこうと思います。ちょっと位置を直して、ミョウガドレッシング、中のプルタブを取って、よく振った後、かけていきます。豆腐とサラダにもかけていきます。で、これで完成です。それでは一口分取って、近くで見るとこんな感じ。結構ミョウガ入っています。それでは、いただきます。 ちゃんと、みょうがで、これ、うまい。で、豆腐の方も一口分取って、いただきます。豆腐の方も美味しいです。ただ、もうちょっとパンチあってもいいかなと思って、こちら、わさび。こちらを出して、つけて食べてみると、パンチが出て、さらに、うまい。わさびは、お肉、豆腐につけると、美味しくいただきました。で、サラダ、いただいてみるんですが、みょうが風味を感じる和風ドレッシングで、美味しくいただけます。 で、こちらのドレッシング、和風ドレッシングなので、納豆のタレとしてもいけるかなって思っちゃいました。次回、納豆買ってきた時にはやってみようと思います。で、そのままお肉をいただいちゃって、食べ終わりました。食器をまとめて、お箸を置いたら、ごちそうさまでした。食器片付けます。ということで、こちら、サラダにとても合います。お肉、豆腐の時には、わさび、つけてみるのもあり。続いて、七つ目。 こちら、スタミナニンニク油そばになります。こちら、レンジで簡単一人前、麺タレ付きとなっております。それでは開けて、出します。説明書きには、もちもち食感の麺と、本醸造濃い口醤油にニンニクペーストを加えた、パンチの効いたやみ付きになる油そばです。と書かれてあります。作り方は麺の袋を少し切り、電子レンジ600ワットで2分レンジアップ。お皿に盛り付けてタレを絡めたら出来上がりとなります。 お好みでネギを散らしても美味しくいただけます。とのことです。栄養成分表示は一食 190g あたり 445kcal となっております。で、中には麺とタレが入っています。それでは麺の袋をハサミでちょっと切って、電子レンジで温めていきます。油そばなのでご飯持ってきました。あと、卵茹でてきました。で、お皿、具材でもやしを炒めて乗せてきました。 そこにレンジアップした麺、こちらを上に出していきます。と、麺にタレをかけていきます。かけた後はよーく混ぜて。で、卵、こちらを割って出していきます。と、半熟卵のつもりだったんですが、茹ですぎちゃいました。まあ、あこれはいいでしょう。で、最後にネギをかけて。で、これで完成です。最初に麺から。麺はこんな感じ。それでは、いただきます。 ちゃんと油そば、うまい卵、黄身の部分は柔らかだったので、麺と一緒にいただきます。と、ここでお皿を置いて、ご飯と麺でいただいていきます。タレは醤油の味わいとニンニクが効いていて、キリッとした油そばのタレになっています。今回、もやし入れたことで、ご飯のおかずとしてもいけちゃいます。残り少なくなってきたので、油そばをご飯に移して、いただいていきます。 で、自分、卵黄だけ使うってあまり好きじゃなく、できれば白身と一緒に食べたい派。昔は黄身を料理に使って、白身はスープに入れてたんですが、卵として食べたいなって思いになっちゃって、黄身と白身は一緒に食べるようになっちゃいました。と、卵の話しちゃっているうちに全部食べ終わりました。食器をまとめて、お箸を置いたら、ごちそうさまでした。食器片付けます。ということでこちら、そのままでもいいですが、 油そばみたいに自分で好きな具材調味料を入れて食べること推奨します続いて8つ目こちらすき焼き生うどんセットになりますそれでは開けて出します説明書きには麺はもちもち食感の焼きうどん用にアレンジしたさぬき生うどんを使用ソースはラードのコクかつお節の風味伊勢醤油菜仕込み醤油を隠し味にキレのある風味豊かなソースに仕上げました すき焼きのうまみたっぷりの煮汁をイメージしたさぬきの焼きうどんをお楽しみくださいと書かれてあります作り方は沸騰したお湯でうどんを10分から13分を目安に茹で茹でた後湯切りしてフライパンに油をひき麺と具材を炒めソースを絡めて出来上がりとなります栄養成分表示は1食 149g あたり 432kcal となっておりますで中には麺とソースが2袋入っています こちら麺ですが、人間前が1パックで入っています。それではこちらを使って焼きうどん作っていきます。で、焼きうどん作ってきました。これで完成です。一口分取って、麺はこんな感じ。それではいただきます。キリッとした醤油味で焼きうどん。こちら、キリッとした醤油の味と砂糖の甘さ、あとラードの感じですき焼き風となっております。今回牛肉と野菜結構入れてみましたが、 濃いめの味なので問題ありません。二人前なんですが、一気にいただいちゃって、食べ終わりました。お箸を置いたら、ごちそうさまでした。お皿片付けます。ということでこちら。焼きうどん作るとき、フライパンにうどんくっつくので、ちょい油多めで炒めてください。味はキリッとした味わい、もっちりうどんが美味しいです。ということで今回は8つの商品をご紹介したんですが、その中でも一番おすすめしたい商品をご紹介します。 それがこちらラグノー命シャインマスカットになりますラグノーの命が好きなので今回もおすすめにさせていただきましたマスカット好きな方だったら一度食べてほしい味になっています1個149円ですがもし気になった方は2個か3個購入した方がいいかもしれませんということで今回はカルディで購入した8つの商品をご紹介してみました また次回もカルディで気になった商品を購入した時にはご紹介していきます。お時間ある時にでもご視聴ください。